皆さんこんにちは、カズハピ散歩です。今日は宮城県石巻市にやってきました。石巻元気市場の2階にある元気食堂でお昼を食べたいと思います。一番人気の元気丼を注文しました。元気丼来ました。新鮮なネタがたっぷり乗った海鮮丼です。それではいただきます。どのネタも新鮮で美味しかったです。石巻焼きそばも食べてみました。魚介だしで味付けされていて、そのまま食べても美味しいです。卵を絡めたりソースをかけたりして味変を楽しめます。ソースをかけるとさらに美味しかったです。食堂からの眺めも良かったです。いろいろ食べたい人はこちらの石巻元気御膳がおすすめです。うまみたっぷりのあら汁がついてお得です。元気市場の隣でもらうことができます。入り口に入るとすぐ置いてあります。川開き祭りの花火などが書かれたデザインになっています。ご視聴ありがとうございました。